京都御所からすぐのところにオープンする有屋京都鴨川御所東。中に入ると季節を感じる花が飾っていたり、音が聞こえてくるんですけども、ピアノを演奏していたり、広々としたホテルを感じる空間なんですが、実はここ老人ホームなんです。ここはベネッセスタイルケアが展開する最高級の老人ホーム。最初にかかる費用は2550万円からです。65室すべてに医療・介護向けマットレス、エアウィーヴを導入。オプションで自分の体に合わせたマットレスに変更することも可能です。施設には鉄板焼きコーナーも。シェフが目の前で振るうステーキなどを味わうことができます。肉汁が口の中にじわっと広がって美味しいです。ずっと食べれると思ったら幸せですね。中でも注目なのは、広さおよそ80平米のプライベートテラスがついたこちらのお部屋。入居費用はなんと1億3000万円。すでに問い合わせも来ているといいます。この施設の人気の理由は介護サポートの充実。看護職員や介護職員が24時間常駐し、その場でサポートを受けることができます。介護施設ではありますので、もちろん介護が必要な方にとっても安心して、今までのライフスタイルというところは維持しながら、人生のクライマックスは有屋で迎えていただきたい。一方、和歌山市、午前9時、送迎のタクシーから続々と高齢者が。向かう先は地元のスーパーです。売り場の脇に集まってストレッチやエクササイズをしながら健康チェック。実はここスーパーにある介護施設なんです。およそ50人が週1回から2回通っていますが、あることをリハビリに取り入れて人気となっています。行ってきます。利用者が押すのは買い物カート。歩く量を増やす目的で買い物をリハビリに取り入れました。施設の中とかですと、こう運動って進めにくいんですけれども、こういったショッピングモールですと、あれ買いに行きましょうよとかって言って進めやすい。どのぐらい運動したらいいのかとか、どのぐらい歩いたらいいのかとかっていうのがイメージしづらいんですけれども、実際の生活の場である買い物の場所っていうところであったら、イメージしやすいんじゃないかな。買い物には職員も付き添い、商品や献立などについて話しながら売り場を回ります。また金額の計算、家にある食材やレシピを思い出すなど、歩きながら考えることで認知症予防にもなるということです。買い物の後は施設に戻り、袋詰めをしたり歩いた歩数をチェック。何歩歩きはったんですか？何歩歩きましたかって言ってくれてるの？5000何歩言うたけど、5358歩。施設の利用料は自己負担分で通常のデイサービスと同じ程度。要介護度や要支援度、来る日数に応じて金額は変わります。リハビリの手段としている買い物ですが、交通手段がないなど買い物に行きづらい状況の、いわゆる買い物難民の救いの場にもなっているようです。買い物っていうことで来たんですよ。近くにスーパーがなくて、子どもに1週間に1回買い物に行ってたんやけども、それもなかなか子どもも働いてるんで、来てもらいにくいんで。私は一人でてね、もう足なかったらよういかんやろ。これでね、やっぱりこういう来るんがね、やっぱり嬉しい。地域の課題解決の一端も担うスーパー内の介護施設。介護が高齢者の暮らしを豊かにするモデルケースになりそうです。